はい、皆さんこんにちは、大木モデルスでございます。はい、バラッタンですね。いつも片付けてから撮影するんですけどね、悩み中というのをちょっと演出したかったんでね、こんな感じでやっておりますけども、オーラコンバーター今回ね作っていこうと思いますけども、オーラコンバーター自体改造はいらないんじゃないかなと思っておりますというのはね、結構かっこいいんでね、この R というかね、はい、まあ普通に組んでいきましょうかねということでね。ただ普通に組むにしても面出しをどこまでするかっていう話なんですね。でもまあまあオーラコンバーターも強獣のパーツね、生物のパーツを使ってると思いますのでね、どこまで磨き込んでるのかなと。で空力とかを考えてるんですかね、どうなんでしょうね。もし考えてないんであればね、そこまで磨き込んでないんじゃないかなと思います。まあ表面強度ってね、こう磨き込むと強度が上がりますよってね、物質の強度が上がりますよっていうのはあるんですけど、この断板円が放映された当時そういう常識があったかどうかちょっとね、知らないんでね、結構ここ20〜30年ぐらいの知識のような気がしますのでね、まあどうなんだろうという話ですね。まあそこら辺はね、本当に、レース用のバイクとか設計されてるね方とか詳しいとは思うんですがね、私もね川崎重工のフレーム設計してるけど同期生でいますんでね、バイクのねそいつに聞いた話で話しておりますんでね、まあそいつ曰く、まあ表面強度上がりますよと。まあバイクだけではなくね、建物のね、共同設計算とかもねできるように、っていう話でね、なんか勉強させられたということを言ってましたね。はい、そして、大分にある川崎重工の工場というかね、フレーム設計する建屋をね、そいつが、私の同級生がね、図面引いて建てたという話をしておりましたね。はい、まあ、改造するとすればここの位置ですかね。はい、まあとりあえずねここ組んでいきましょうかね。はい、パーツがぺったりしてるんですよね、こっち側がね。でこのコンバーターの方にこういう突起があるんでね、今 HG は逆だったような気がするんですけど、ちょっとねHG も今手元にございませんのでね、HGAB ですかね、まあ知人に頼まれましてね、YouTuber のね女子の方にプレゼントしたいからくれって言われてねあげましたけどもね、3期セットね、単売の3期セットあげましたけどね、まあただこれあれですね、このままどうなんでしょうね、強度的にこうグラグラになっちゃったりしないですかね、どうなんでしょうね。ちょっとこのまま仮組みしてここの強度をちょっと見てみましょうか。結構硬いっちゃ硬いですね。大丈夫そうですね。はい、まあでも使ってたらね少し緩くなっちゃうのかなって感じはしますけど、まあまあ大丈夫ですね。はい、でこのまま接着して作っていきます。はい、ここまだねむにゅっと組み立てでした。はい、まあまあ形かっこいい、ここのものがランボルギーニみたいなかっこいいですね。で、この所定のね穴に合わせてやってみると、やはりねちょっととしたかなと思います。好みの問題もねあるんですけども、なんか精度悪いですね。はい、まあ、こんな感じね。はい、ちょっと下すぎかなということでね、3.2 ミリ上に上方にずらしますということでね、ここに点がついてるの分かりますかね。はい、だいたいね、まあ、ちょっとここね中心がずれてますけど、だいたい 3.2 のところにね、印つけております。印つけるのはねこのノギスのこちら側で、
こんな感じでね、一番下のところ合わせて、こうですね。あら、よっ、こんな感じですね。まあちょっとこれずれてるんでね、ここだけ気をつけて穴開けないといけないですけどね。じゃあ穴開けていきましょうか。この K ね、測った 1.5 ぐらいでしたね。 1.5 ミリのピンバイスやっております。でちょっとここずれておりますのでね、慎重にね、でずれてる方向ね、修正するような感じで一回ね入れてから穴開けます。まあまあいいんじゃないですかね。あ、ちょっとずれてる感じがしますけどね、まあ、そこら辺は元々の穴がちょっとずれてるかもしれないね。はい、はい、で、あとは修正をしながら、ね、入れていくんですけどね、いらない穴の方をちょっとフラガムでね埋めときましょうかという感じですね。いいよ、いいですかね。はい、穴開けました。で、まあ先ノーマルの穴もちょっと入りが悪かったんでね、どうだろうなっていう感じがしますけどね。あ、お、ちゃんとはまりましたね。はい、ノーマルのやつより待機が上がって開けたやつの方が精度出てるのかな。はい、こんな感じでできました。まあまあいいんじゃないですか。いや、まあこんぐらいじゃないですかね、イメージ的にね。はい、ではね、下の穴をフラガモで埋めていきます。これですね、いつも使ってるオリジンガンダムのランナーを溶かしたねフラガモ、はい、こう出しておきましたけどね、飛行とね、あれ、はい、ではね、くっつけていきましょうか。これ初見で見られてる方ね、このフラガム、フラパテじゃないですよ、フラガム、溶剤がほぼ乾いてしまいかけのねフラガム、はい、よ、まあ、混合率でね、あのいろいろ名称変わってきますよね、はい、デザートとか特にね、はい、まあ、こんな感じで、まあ、乾いて削ったら大丈夫なように、ちょっと持っときます。引けはねほぼほぼしないんですけどもね、このフラガムっていうのはね、うん、まあ、どこで売ってますかって言われたら、自分で作ってくださいっていうのになるんでね、うん、作り方説明してる動画とかもありますのでね、でよかったら探してみてください。自分でどの動画で言ってたかちょっと覚えてませんのでね、すいません、はい、常連の皆様ね、はい、いつも見ていただいてる方ね、分かればコメントに書いておいてください。はい、こんな感じかな、はい、まあね、すごく使いやすいマテリアルなんでね、はい、あんことシルコの差ってね、日本人風で言うとね、そういう感じのものです。はい、でこのプラガムだけでくっつけてても溶剤ほぼ乾いてますんだけど、この元のプラにくっつくかってやるとくっつきませんのでね、接着剤必ず塗ってからねやってみてください。はい、まあ、ここら辺隠れるからね、そんなに気をつけてやらなくてもいいかなと思うんですけどね、まあ、見栄えね、作る時の自分のテンションが上がってきますんでね。はい、じゃあコンパートはめてみましょうか。またね、しげてますね。はい、いかがでしょう。こう羽広げた時にこんな感じになると、横から見たらラインで、横から見たらライン綺麗なので、ね、このラインがこう
コンバーターが上にいた時こうちゃんとこうなるよね、こういう風になるようにデザインするとかっこいいんじゃないかと思っていつもやってますけどもね、はい、こんな感じでございます。はい、今回簡単にねコンバーターだけ改造、ね、1改造取り付け位置改造みたいなのやりましたけどね。まあコンバーターも真ん中にここにね何かはめるエンジン的なねなんかありますのでね、まあ完成間近の時にねつけていきましょうかね。はい、次回は多分関節やるかなみたいな、この関節のね中の生物的な感じの表現ね、筋組織の表現っていうのをやっていこうかなと思いますのでね、お付き合い願いたいと感じでございます。明日はまた久々というかね、またガンプラやりますんでね、はい、明日の動画もお楽しみということで、それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの方もよろしければね、もう一つチャンネルやっております、大気食べたい RC ラジコン動画ということでね、本職のラジコンの走行動画などアップしておりますので、ぜひそちらも見て楽しんでいただければなという感じでございます。それではさよなら。